こちら、山崎養鯉場さんの落ち葉、明け2歳、おすすめスメールサイズが14センチです。お願いします。はい、同じ時期にこちらも仕入れた一匹ですが、銀鱗落ち葉とノーマルの落ち葉も入っておりました。おそらくノーマルの方っていうのはですね、銀鱗から取った中から出たもんだと思います。こちらの鯉はですね、少しまだ銀が噛んでおりますが、少しです。銀は噛んでおります。しかし模様が非常にいいので、出品いたしました。紅白模様をつけております。サイドです。サイドです。中です。大きくしていただくにつれてですね、これぐらいの銀ならですね、消えていくこともありますので、消えた時には本当に模様がいいのでですね、落ち葉として十分通用すると思います。今の段階ではですね、少し背びれの付近に少しギラギラ光っております。本当にちょうどいい紅白模様で、大きくなるとそのそれぞれがきっちり分かれて、もっとしっかりしてくるかもしれないですね。いいですね、模様がいいですよね。本当に綺麗な頭の入りしてますし、このなかなかこういう模様はいないなと思います。はい、いかがでしょうか。こちら山崎養鯉場さんの落ち葉、明け2歳、おすすめスメールサイズが14センチです。ぜひよろしくお願いします。